本日は F16 に勝利した三菱 F1、 どんな存在だったのか、戦後初国産戦闘機多用途戦闘機の先駆けについて話していきたいと思います。 F1 は国産の超音速高速練習機 T2 を母体に三菱重工業が開発した我が国において戦後初の国産戦闘機です。 F15 イーグル戦闘機や F4 ファントム2戦闘機に比べるとやや小型でシャープな形状ながら凄みのある迷彩塗装に身を包み、最大速度はマッハ 1.6、 対空、対地、対艦の任務に対応し、2019年現在各国が運用中の戦闘機にも見られる多用途能力、いわゆるマルチロールファイターの走りといっても過言ではない機体でした。初飛行は1977年で、2006年までの29年間日本の空の防衛に貢献しました。 F1 の活動の場は幅が広く、対空任務では空対空ミサイルを装備し、主に対領空侵犯措置任務、いわゆるスクランブル任務で日本の防空に従事、対地任務では有事の際陸上自衛隊の戦闘を空から支援するため固定武装の 20mm バルカン砲、各種爆弾やロケット弾を用いて敵上陸部隊の撃滅が任務とされていました。そして対艦任務はまさに F1 の独壇場でした。 F1 は F4EJ 海や F2 が登場するまでは国産の ASM-1 空対艦ミサイルを発射できる唯一の機体であり、島国である日本に迫る敵艦隊を捕風る能力を持つ重要な戦力だったのです。与えられた正式名称は F1 支援戦闘機。 F1 はその能力から攻撃機や戦闘爆撃機と呼ばれるべき機体でしたが、専守防衛を大事とする自衛隊では他国への攻撃を連想させる名称を避け、支援戦闘機と呼んだのでした。そして3個飛行隊に編成された F1 は1997年第8飛行隊三沢基地の F4EJ 海戦闘機への機種改変を皮切りに激勢が始まり、後継機 F2 の導入も進む中、2001年に第3飛行隊が F2 に機種改変、そして2006年3月9日最後までF1 を装備していた第6飛行隊において同機のラストフライトが行われました。この日をもって F1 が対空を舞うことは永遠になくなったのです。戦後日本初の国産戦闘機として産声を上げ、29年間日本の空の防衛に貢献した F1 は機体のトラブルによる損失事故なしという勲章を抱き、静かに去っていきました。しかしながら F1 の運用で培われた技術と高い意識は後継の F2 へと引き継がれ、現在もかつての F1 飛行隊は F2 飛行隊として日本の防空に当たっています。ストライクファイターの魂はこれからも受け継がれていくのでしょう。いつどんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも速報で皆様により良い動画をお届けします。今回の動画で感じたことや知りたいことをどしどしコメントお待ちしています。最後にチャンネル登録、グッド評価もよろしくお願いします。おすすめ動画やチャンネル登録ボタンも載せておくので、ぜひともよろしくお願いします。